少し考えて、どうできるさあ、あと1本シングルスではミスター、メダルを取りましたさあ、もう行けおお。よし、よくやった。おお。火曜日です。今日は普段は本編の撮影を講談社でするんですけど、今日は撮影でまやかさんの家に行ってきます。まやかさんの家多分動画でも見たことないし僕も行ったことないんでめちゃくちゃ楽しみなんですよね。とりあえずまあ今から駅に向かって行ってきます。コンドームとか絶対持ってると思うけどな。おあー PK マジかよ。いやありがとうございました、対戦していただきシッさんとやったのっていつぶりとか覚えてますか。あーまあ両方当たっても俺負けてましたね多分あっつマジクソ暑いじゃん。いやマジでマック行きたかった本当に。いや俺本当にこれは褒めてほしい本当に。いや俺マジでマック行きたかった。もうマックの匂いが松屋のとこまで漂ってきてね、もう本当にガーってくもうガーって我慢したわ本当に。いやマジで行きたかったマック。でも本当によく我慢したと思いますね、自分で言うのもなんですけど本当に。とりあえずまあ今日も厚切り豚焼肉定食というものを松屋で買いました。うわマジでマック行きたかった。ごめんちょっと何回も言うけどだからマジで減量しないとやばいです。俺なんかまやかさんになんか57に野菜ってしろって言われてるんで今やばいと思います。結構ちょっとマジ土下座するしかないですね。もし57いけなかったら土下座してちょっともう1ヶ月もらうしかないですマジで。いやマックが良かったなマジで。わかんない、でもやっぱ食ったらこっちの方がいいってなるのかもしれない。うまいけどマックの勝ち。マジでやっぱマックの方が、マックの方が今舌が肥えてる本当に。もうずっと1週間以上食べてないんでマック。言うて1週間か、言うてだな。今秋葉原駅で、秋葉原駅の近くで撮影をしてきました。まあ多分また詳細はまだ言えないですけど、また近く動画アップされると思うんでぜひ見てください。それでは頑張れ。いやマジごめんなさい本当にごめんなさい。いやもうやっちゃったな、やべえ我慢できなかった本当に。多分これ2週間ぶりくらいかな、1週間以上は絶対経ってると思うんだけど1週間と半分くらいかな。やっぱ我慢できなかったわ。やっぱちょっとごめん言い訳させてくれ。やべえ8時以降に店やってないとどうしてもねマックになっちゃう本当に。もう必然的にコンビニ飯はあんまり食いたくないんだよね。やっぱ添加物とか気にしてるからそこだけ。なんかダイエットで全然できてないのにそんなこと言ってるのなんでだよって思うけど、いやちょっとこれはね。いやなんかねもうまやかさんとも相談しました。まやかさんとも相談しましたよ。うん、まやかさんとも相談して、別に松屋行くんだったら別にマックでも変わんなくねっていうことでほぼほぼ食わないでするんで、ちょっと今日だけ食べさせて本当にお願い、本当にもうお願い、もう本当にごめんなさい、食べます、すいません俺君たちに会いたかったんだよ本当に。1週間以上我慢してずっと会えなかったな、寂しかったよな、やっと食べれる。うわ恥ずかしい、これ演技だとしても恥ずかしい、急に恥ずかしくなってきたこれやってきたの。いやでも嬉しいのは本当ですよ。嬉しい、いや本当に食べれるってのは嬉しいからね。だからなんか急になんかあそこまでなんか恥ずかしい。うわ疲れた。これで冷凍線復帰。いやさっきさ線行ったんだけどさ、うん、
重いチャンピオン隊で当たって負けちったからさ。あ、そうなん。97で、うん、まあ、この人700台だからちょっとわかんない。ワンチャン99。おぉ。はぁ、もう1試合だな。マジか。なんでうわ、あぜぇ、もう。できず。日曜日です。先週ジム行くって言ってたんですけどって見学行って、今週本当に忙しかったんですよ。ちょっと撮影で秋葉原行ったりとかあって、でその編集もあったりしたんで、ちょっとあまり行く時間も正直ちょっとなかったです。正直今週は本当に忙しかったです。たまたまそれが重なっちゃいました。一応水曜日が100日なんですよ。来週、今週か、なんか配信でできればなんか発表するみたいなんで体重を、ってなると多分100日水曜日は配信やらないんで、そうなると発表できないんですよ。ということで、まあ、ちゃんと100日に発表するってなったら、もう100日後にムキムキになる V6 か、もう言いたくもねえなこんな題名。もう今からだいぶ食事制限してて、でも来週本当に50、もう最低57なんで、もうそこまで本気で先に行くんで、今もうすでに食事制限をしている最中でございます。ラスト1週間のちょっとの期間で、ジムで有酸素運動とジムで運動しつつ、もう食事制限かなり、もうこの1週間だけもうマジで我慢するんで、もうそれでラスト体重測って、今週じゃない、もうこの Vlog もついに終わりかなという感じでございます。ということで、体重測ります？今週測らなくていいか、もう来週お楽しみに、とにかく。よし、ということで、もう1週間ガチで俺痩せいくから、そこら辺よろしく。もうみんな俺のこと信頼してないかもしれないけど、ということで、また来週期待しておいてください。それではもうラストですよ皆さん、この Vlog もついに、まあそんな見てくれてねえけどなというわけで、配信、来週の配信でから結果報告して、この Vlog も終了です。皆さん見ていただいた方々ありがとうございました。それでは、Boy.